はい、ね、ノズル、この激細の 1.1、 その次これが 1.5、 こうした方がいい、 1.5、 これが2、これが新しくできた3、カンパチ3キロぐらいの魚が威力を発揮するやつやね。あの細いほど弱いんよ、威力が。だから 1.1 なんかはめっちゃ威力弱いんよ。やけどその小さい魚するから威力があったら壊すんよね、魚を。だからこんなんで十分なんよ。これだいたいね、700ぐらいまでの魚、まあ一番ベストなんか200、300のアジとかなんかめっちゃベスト。これがだいたい800から 1.5 ぐらいとか、さっきのタチオとかヒラメとかのちょっとあのカサゴとか尾っぽのここの細いやつをこうするやつがだいたい 1.5 で、もう一番何でもできる、だいたい2、これだいたい何でもできる。で、大きい魚とか養殖のエアーとかでするときもこれがいい。3、これ新しくできたやつ。3の威力を試してみようかね。これなんか3キロないねんけど、よいしょ、よし、3キロないねんけど、よし、やってみます。これの威力はね、すごいんだよ。どっからでも出てくるからね。マグロのね、25キロぐらいのはね、キハダ、まあ締まりやけど、やってるけど、普通に出る。全然大丈夫。まあ最後まで。っていう感じ。ノズルだけじゃなくてね、こっちからもやってほしい。OK。そう、2つやって初めて。だから、これだけでいいね、本当は。これだけで100点やね。この血抜きだけで100点やけど、これをすることによって120点になるから。だから、これだけで血は頬を抜けるんよね、こっちだけで。でも、こっちやることで神経も抜けるし、もうちょっと細かいこっち側からそのうっ血とかをなすことができるから、これをすれば。だからこっち側してこっち側するのがベスト。でも船とか乗った場合、あの持ち運べれたらこれしかできへんけど、もうこれだけでも大丈夫だけど、帰ってからもう一回このホースをしたりするのはもうベストやね。1日経ってるやつとかなんか全然大丈夫やから、してもらって。これも究極の血抜き。何がいかんかっていうのは、せえへんのが一番いかん。あと鱗は絶対取ったらいかん。もう鱗取ったら本当に身がね、柔らかくなる。朝もちょっとね、うちの従業員と話してたけどね、水分を吐いて悪くなるんちゃうかっていう話。学生じゃないか分からへん。だから鱗は取らんで。で、例えば1週間とか寝かしたら、ちょっと皮目が臭くなるんよ。でも皮目が臭いだけで、このノロが臭いだけで、ちゃんと磨いてやれば取れるから、その時のためにも鱗残しとかないかんのよ。こうやって磨けるから、そういうこと。